あなたとはもう少し対話をしてみたいと思っていたの。あなたもそう思っていたのではなくて、だって私たち感性が似ているもの。さあ、エスコートしてくださる？そんなに身構えなくても大丈夫よ。怖くない、怖くない。人間観察をしていると少しだけ寂しくなるの。私とは違う存在だって突きつけられるみたいで、そんな時はあなたにそばにいてほしくなるわ。あなたは料理はしないの？いつか手作りを食べてみたいわ。私への愛情がたっぷりこもったものをね。あなたの家族になってみたいわ。ポジションは姉でも叔母でもいっそ妹でもいいわ。冗談よ。どこかの誰かさんが怒りそうだもの。ナイト様に守られるのもいいけれど、あなたの部下になって命令されるのも楽しそうね。主様、どうかご命令を。それっぽかった？私と会うことができる人はなかなかいないの。だから今の私の記憶はあなたのことばっかり。そのうちあなた色に染まってしまうかも、なんて。のどかな時間ね。だけど不思議と退屈ではないわ。街を眺めるのが楽しいせいか、それともあなたと話しているからかしら。最近裁縫を始めてみたの。せっかくだから何か趣味を見つけようと思ってね。裁縫がピンとこなかったら次は料理でもしてみるわ。あなた、お友達とずいぶん仲がいいのね。3人でいろいろなことを企んで本当に楽しそう。こういうところもちゃんと知ってるのよ。あなたの横顔ってなかなか素敵ね。興味を惹かれるものは観察したくなるでしょ。もうちょっと眺めていていい？もしお姉さんが男にアプローチされたらどう思う？弟として嫉妬しちゃうのかしら。でも焼いた方がお姉さんも嬉しいかもしれないわね。歴史が必ずしも真実を記しているとは限らないわ。語り手の主観によっては簡単に歪んでしまうもの。さて、あなたは後世でどんな風に語られるのかしら。風が頬を撫でるなんて表現があるわね。ただの現象に意志なんてないはずだけど、そう言われるといつものそよ風が優しく感じられるわ。この前知り合いがちょっと不機嫌だったのよ。何でも弟さんが構ってくれないみたいで。溺愛しすぎも困りものよね。平凡な人間になりたいと思ったことはない？何気ない毎日が幸せだと気づかずに退屈だって言えるような、そんな普通の人間に。いつかあなたと喧嘩をすることになったら、私はやっぱり悲しいと感じるのかしら。それともそんな感情ですら愛おしいと思うのかしら。
時代が変わっても人はおしゃれに命がけね。私も見た目を変えてみようかしら。理由？あら、そこまで言わないとわからない？はるか昔から人々は鳥をいろんな象徴にしてきたわ。自由であったり平和であったりね。あなたは鳥のさえずりに何を思うのかしら。最近お世話になっている人が悩んでいるのよ。大事な弟に悪い虫がつかないか心配だって。その弟さん、よほどモテモテなんでしょうね。二人で異国を旅してみるのなんてどう？だって一緒ならすごく楽しめそうじゃない。行く先であなたがどんなトラブルを起こすのかね。偉大な英雄ほどその生涯は儚いものになりがちよね。その点あなたは安心できそうだわ。そう簡単に死なないものね、びっくり人間さん。一口にケーキといっても種類がたくさんあるのね。どれもキラキラしてて宝物みたいで素敵だわ。お腹が空いた？あなたは食欲が第一みたいね。あなたがもし私の小指くらいに小さくなったらシュガーポットに入れて連れ去っちゃおうかしら。でもあなたならそんな状況でも動じなさそうね。私の似顔絵を描いてみない？芸術って作り手の価値観が作品に反映されるでしょ？あなたにとって私がどんな存在か知りたいの。時代が変われば恋人同士の付き合い方も変わるのね。今はカフェで食べさせ合いっこするんでしょ？私たちもやってみる？ほら、あーん。誰かに見守られるっていい気分だわ。その眼差しだけでなぜか安心してしまえるもの。というわけでそのまま見つめてもらっていいかしら。今あなたが見ている星は遥か昔のものなのよ。私も似たようなものかもしれないわね。遠い過去をかたどった儚い残響。夜は人々が恐れる時間けど、私たちにはお似合いね。影に潜むあなたと最悪の魔女にとっては、せっかくなら月の下で対話でもしてみる？あなたは夜がよく似合うわ。でもそのまま闇の中に溶けてしまいそうで少し不安なの。だから目が離せないのかしらね。流れ星に何をお願いするか迷うわね。今の私は随分と欲張りになっちゃったから。関係ないって顔してるけど、あなたと出会ったせいよ。あなたと過ごした思い出すべてが私の宝物なのよ。一人の時もその記憶さえあれば寂しくないわ。あなたは私の孤独を埋めてくれたの。